どうも、大阪 NSC 三次期生、令和北南河野です。そしてツートライブ高取です。そしてザ・プランナイン・バックノスケです。よろしくお願いします。パウパウ、あ、いらないですよ。いや、こういう効果は後から入れてくれるから YouTube とかで、パウパウみたいな。いや、後からもすごいの入ってるから。あ、そうなの。とんでもない音が入ってる。あの子供たちのよう YouTube でやる。わーみたいな。そんなのいっぱい入ってるから。すみません、編集大変にしちゃいました。俺あれがいいわ、操るの時のボーン。あれ違うんじゃない、あれ、あれ、スイちゃうの。別の用途となんて撮ってないから。あれ、スイちゃうんだよ。お客さんがちゃんと言うてんの。あ、そうなの。実際にお客さん、操るポーンのファンの方が言ってんの。言うてんの。あ、そうなの。俺、効果音やと思って。違う。一回前のさが、その操るポーンの後に出ていって、ハクツルーって言ったら、おっさんたちが、マルーって言ってた。すごい。対応力がすごいな。すごいな。嘘。お客さんは。ほんまに？おっさんって言っちゃいましたけど。だいぶ口調で言っちゃいました。若い人もおるよ。おるよ。おじさま方。この配信はですね、はい、NSC のことを喋ろうっていう配信です。うん、あ、まあ、我々、大阪 NSC 三十期の同期なんで。くしくもね。いや、くしくもじゃないよ、ね。いや、だからこそ、こう、なんかいろんな気持ちがあるやんか、お互いに。なんでその三十期の中でもこの3人が選ばれてるか分からへんの。第7世代やんか。どこがいや、バクちゃんは特に違う。だって俺らもう在学中の時からバクちゃんだけ飛び抜けて年上やったから。入った時が27歳で。27か。俺20歳やったもん。そうそう。で、今が32歳か。違うやん。おかしい。計算はある。5年目もな。5年目。じゃあ13年目。56歳やろ、今。今56歳やろ。晴れて、俺らに。テンダラさんぐらいなってないから。30期では最年長やけど、プランナインでは最年長やから。すごいことになってんの。あ、そう。プランナインさんの中ではね、そう、だから7つ上やのに、こうやってタメ口で喋ったり、そうやな。なんか同期って不思議やったんだろうな、それも。いや、いいよな。で、またこの NSC に入って、うん、お前先がどういう未来になるかって、本当に読めないのも面白いからね。プランナインに入るなんか、まず本当に。同期は、そう。そんなことあると思うもんな。面白いね。プランナインさんに分かんないもん。分かんないもんやん。で、出身大阪で、まあ神戸やろ、広島から出てくるやんか。そうそれで東京の NSC も考えるのか。それでどう。いや、俺らは大学が、神戸の大学やったから。あ、だからまあ関西でっていう。でも東京行くよりやっぱ大阪の方がやっぱ熱いっていうのが。ああ、やっぱりそうか。うん、あったから。大阪はやっぱね、お笑いの聖地やしね。え、神戸のスケコマシじゃない。神戸のスケコマシなんか。エティコマシ。俺のギャグはエティコマシ。邪魔やね。アクリル板向いてない。向いてない。やめよう、これ。このご時世向いてない。この時世向いてない。もうちょっとやめるわ。ごめんね、言ったけど、いまだにエテコマシの振り方分からない。分からない。ないよ、正解。いや、正解ないし、なんか俺、アタック25にこの間出させてもらった。そう。そう、学歴ええねん、意外とこの2人。そう、まあ。けど、NSC 入るときにアタック25出るなんか思わんかった。もうええわ。もうええねん、その NSC 入るときに。いや、思わんかった。ほんで、もうエテコマシの振り方がもう分からんから、もう人がこう、揉めたときに、そのときにエテコマシってやったら落ち着くんですよ、みたいな、わけ分からん振り方。じゃあ NSC の話やって。NSC の話やって。アタック25の募集せえんやろ、この後。違うんですよ。NSC。NSC。やっぱり同期できるのはでかいんちゃうかな。まあまあな。めちゃくちゃ。確かに変やな、同期ってな。先輩後輩でも全然違うし。で、意識してるし、お互い。ほんで、もう10年以上経ってるから、言ったらどこの、例えば小学校、中学校、高校、大学よりも長いのよ。長い。気持ち悪っ。気持ち悪っ。ほんで俺とコードにいたって一緒に住んでたから。そうやね。こんなん生まれるから。そうか。2年、2、3年住んでたんだから。10年以上な。芸人続けれる場がこっから広がるってことだから。確かに。NSC 行ってなかったら。確かに行ってなかったら、やっぱさ、こう、しんどい時とかさ、相談したりさ、こう、ふさばらして飲みに行ったりする相手って。そうやね。おらんかったらちょっと厳しかったかもしれない。確かに。俺も。コーンスターチの松本がおらなかったらもう厳しかった。やめた。やめたから松本は。360日ぐらい飲んでたもん。でもそうやな。松本な。ほぼ毎日や。待ってたもん、俺がバイト笑い。いや、そうやな。そういうのあると思うよな。できるねん。ほんまに付き合い長い友達はできるねん。こう来ると。NSC の俺ら同期じゃないけど、ほんまに、僕ら卒業して芸人活動してて、で、僕、七曲さんとかと、ユニットを。したりしてて、ユリアンを現役の時にユリアンを見たの。うわ、もう売れるやん。
って、それは思ったの。会議室にバーッと来て、はい、どうも、はじめまして、元気やで、ねうん、何も別に俺は分からんけど、うん、もうその様がおもろすぎて、すごい、あ、終える。すごいね。うん、でちゃんと NEC の主席で卒業して、そう。もう一気にやったもんな、ね、その入る前だって。あれを売れ、あ、もう見た瞬間に売れるんやって思ったな、俺は。すごいかな、やっぱ。こうの。最初の3年も事務所にも押されたし、あ、これこのまま行くんかなって思ったけど、あの爆裂に失速したから何やねん、何やねん、何が売れるかなと思ったんや、いや、おい、爆裂に失速、いや、あの時頭もぐるぐるってなっとった、ぐる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 、お前も向いてないよ、俺らみたいに向いてないよ、いやでもマジで向いてないね、あいいガッツも見せてたしな、ガッツが向いてないよ、ええねん、振るなよギャグを、でもこの高校もできるみたいなの聞いた、あ、聞いた、えちゃんとね、このこれ吉本興業高等学院、これですよね、だ中学から入って高卒になるってことでしょ、で高校卒業の何資格ももらえるんですよね、めっちゃすごい、これ学校通いながら闇のハイスクール、違いますよ、違います、表です、ちゃんと表です、合法のやつです、その後3年間の中でそのちょっとお笑いの授業があったりするんでしょ、いや、めっちゃ普通の教科も教える、普通の教科もやってペライチでしょ、どうせ今後の教科教えるでしょ、吉本教科書教えるでしょ、ちゃんとやってるちゃんとおるから、あの俺らが出す大喜利のアホアホ高校とはみたいな、いやいや答えるみたいな高校やろ、違う違う、英語の教科書とかもあのドンツタッチパイとか、ドンツタッチパイ、マリコネーヤがやるからでも俺だから相方ができたっていうのは NSC 行ってなかったよね、そうか、野村と出会ったのは NSC やから、そうだよね、そこはまあ人生が大きく変わったって、誰が言ってたの、ね、言ったらうちらの木で、うん、ツッコミナンバーワンがコードでボケナンバーワンが野村で、それをくっついたらええやんって言ったのはその教師、講師、そう NSC の先生、斉藤先生、斉藤先生とかもね、そう、うん、言ってくれてたっていう話は、ね、あって、それで組んで、そうそうそう、入学金が200万ぐらいいるんですか、これでも高校はやってきてるんです、50万円年間で、でまあ3年間通って150万ぐらいで、まあ、高校卒業資格も取れるって、あ、ほんま全然いいよ、いいんじゃん、ほんまに、うん、ただただ普通に楽しいんじゃん、まあ楽しいよな、授業が、いろんな、そういうこと多分あるでしょ、テレビで活躍してる芸、漫才師の方とか、うん、有名な方も講師に来られたりとかってのもあるもんな、絶対あるな、絶対ある、絶対俺らの時もあったもんな、絶対ある、結局いろんな経験者入るっていうのもありやけど、ね、結局、うん、年食うからな、いや、それ年齢っていうのは結構大事かもな、俺らもそうやけど、年齢も気づかなかった、気づかった、きつきつ、体力23歳に入るってきつい、ダンスの授業とかきつかった？ダンスの授業出てなかった。出てください。言うな。絶対出なあかんねん。出てくださいよ。ちょっとぜひ皆さん、はい、そうそう、来ていただこう。うん、ね、はい。最初のね、はい、3年グッて行った時に金が。ちょっと上手。俺らも。生きらないよ。なんで今ぶり返すね、俺らのその頃の話。だから病気やね。ごめん、病気。なんなん。病気で、あんまその、うん、今までいじってきてなかったけど、ここで言うの YouTube で舞台上とかでも今度言われたことないよ、そうやな、急にずっと思ってたってことほんならいやいや、それはみんな思ってるやん、ずっとそれは大前提として思ってるやん思ってるか知らんけど、なんやねん、こんなとこで恥ずかしい、じゃもうやろもういい、もういい、もういい、告知して、はい、告知して、吉本興業が吉本アカデミーを設立、はい、2021年4月 NSC に加え、エンターテインメント業界のクリエイターを養成するクリエイティブアカデミー、ダンサーやボーカルを養成するパフォーミングアカデミー、最先端のデジタルビジネスを学ぶデジタルエンターテインメントアカデミーの3つのアカデミーと、3年間エンターテインメントのプロを目指しながら、うん、高等教育の卒業資格を取得できる高等学院を開設します、うん、詳しくは吉本アカデミーのホームページをご覧ください、ということでお願いします、すごいですよこれね、あのやっぱ芸人をねアホやと思ってるんでしょうね、この養成とか最先端とかを全部振り仮名ついてるんですバカにしないでください、挙句の果てには高等学院まで分かります、
でもね、ここちゃんと卒業したらもう振り方いらないから、いらないですか、ここちゃんと出てくる、なめんなよと、はいはいはい、ふざけんなよと思いますけども、すごいね。さあ、そして、はい、NSC では世の中もっと面白くしたい人を大募集、うんうん、芸人、クリエイターなど、芸人って呼ぶ、あ、ごめんなさい、振り仮名振ってないんで、芸人はこれ振り仮名は風水屋用やねんね。風水屋用 NSC チャンネル出てるから、そんな呼ばれへん、あいつら、そう、あいつらはバカやから、こういらんやん、最先端は。いくね、はい、芸人、クリエイターなどエンタメ業界を目指すなら、うん、ぜひ NSC で、はい、NSC へ、うん、令和北南を倒すのは誰だ、書いてないよ、そんな。ちゃうよ、お笑いの力で世の中を変えるのは君だよ。全然ちゃうよ。あ、そうだ。ちょっともうこいつは嫌や。もう嫌、もう嫌、ほんまに。ぜひ皆さんね、はい、あの NSC に入ったらですね、はい、13年後、こういうとこ座りますから。送った皆さん、はい、ください。よろしくお願いします。はい、楽しいですよ。ありがとうございました。楽しいですよ、ほんまに。